はい、望月凛です。今回は臨床心理士をしている村中直人さんの書かれた叱る依存が止まらないを解説していきます。この本は一言で言うと叱ることへの向き合い方を教えてくれる本だ。叱ることへの向き合い方か。ほう、今までに叱られたことがないという人はおそらくいないだろう。親が子供を、先生が生徒を、上司が部下を叱るというのは日常的によく見られる光景になる。まあそうですね。僕も小学生の頃に給食で嫌いなエビを残すとよく先生に叱られましたよ。うむ、怒ると違って叱るという行為には相手のためを思って叱ってあげているというプラスのニュアンスが含まれている。確かに叱るのはいいことだと思われていますよね。しかし最近の研究で叱ることは成長や学びにつながりづらい上に、人を叱ることで快感を感じるということも分かってきているんだ。ん？叱ることで快感？そうだ。実は誰かを叱って罰するというのは気持ちがいいしスカッとする行為になる。そのため著者は多くの人が相手のためにならないのに、ただ自分が気持ちよくなるために叱るという行為に依存してしまっていると指摘している。へえ。じゃあ先生は僕のためじゃなくて、ただ叱ることが気持ちよくてやっていた可能性もあるのか。そうなる。そこでこの著者から改めて叱ることについて学び直そうということだな。なるほど。今日の授業を受ければそんな叱るという行為を深く知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。さて、まず最初に叱るとは何かという概念についてざっくりと説明していく。ここを理解しておいた方が最終的にこの本の理解力がぐっと深まるんだ。了解です。早速だが、叱るとはどんなことだと思う？相手を正しい方向に導く行為ですかね。惜しい。叱るというのは言葉を使って相手をネガティブな気持ちにさせて正しい状態に変えようとする行為になる。ネガティブか。例えば図書館や電車で騒ぐ子供を叱って、子供をネガティブな気持ちにさせて静かに席に座らせるようなイメージだな。なるほど。次に叱る側と叱られる側の関係性を見ていこう。関係性？ああ、実は叱る場合、叱る側の立場が上で、叱られる側が立場が下である必要があるんだ。事実、親が子供を、先生が生徒を、上司が部下を叱るという風に、上の立場の人が下の立場の人を叱るというのはよく見かけるが、その逆はないだろう。言われてみればそうですね。生徒が先生を叱るわけにはいかないですもんね。うむ、その場合は叱るではなく怒るになるだろう。このように叱る人は間違いなく叱られている人よりも上の立場になる。そうか。最後になぜ叱るんだと思う？それは相手が正しくないこと、間違ったことをしたからじゃないですか？ではその正しいこととは何だろうか。確かに叱るときは相手が正しくないことをしたから叱っているわけなんだが、その正しい正しくないとは上の立場の人の普通や常識、当たり前で決まってくるものなんだ。え？つまり上の立場の人の普通や常識から下の立場の人が外れた場合に叱るという行為が発生するんだな。例えば上司がメールは1分以内に返信する、30分前に出社する、仕事が終わらない場合は土日も出勤するというのが常識、普通、当たり前だと思っていた場合、その常識から部下が外れていると叱られるんだ。なるほど。じゃあ僕が小学生の時にエビを残すと先生に怒られたのは、その先生の中で嫌いな食べ物も残さずに全て食べるのが常識、当たり前だと思っていたからなのか。そういうことになる。先生が違えば常識や普通が変わってくるので叱られなかった可能性が高いだろう。そうか。さて、長くなったので一旦まとめると、叱るというのは言葉を使って相手をネガティブにさせて正しい状態に変えようとする行為になる。そして叱る側は上の立場で、叱られる側は下の立場になる。また何が正しい状態で何が正しくないのかは上の立場の人が自由に決められるんだ。ということでここでは叱るという行為について説明した。はい。次は、叱ることは思っているよりも成長や学びにつながらない、だな。
叱ることは成長や学びにつながらないか。ああ、というのは人は叱られて強いストレスや恐怖を感じると思考力が大きく下がってしまうからになる。ほう。実際に人は叱られて恐怖や不安を感じると臨戦態勢に入って戦うか逃げるかといった感情だけに脳が支配されてしまうんだ。戦うか逃げるか？どういうこと？ほら、野生の猫や犬などの動物に叫んだり怒鳴ったりすると一目散に逃げていくだろう。はい。あれがまさに強いストレスを受けて戦うか逃げるかといった感情に脳が支配されている状態になる。動物は危険な時にゆっくり考えたり判断を迷っていると生き延びる確率が下がるから瞬時に戦うか逃げるかを決めないといけないんだ。なるほど。人も同じように誰かから怒鳴られたり叱られると恐怖から思考力が落ちてよく考えずに突発的に行動してしまうようになるんだな。でもどっちみち叱れば相手の間違った行動をやめさせることができるのならそれでよくないですか？よくないぞ。確かに叱れば相手の行動を一時的にストップさせることはできる。だが叱られた側は思考力が落ちて本来どうすればよかったのか、なんでダメなのかといった本当に大事なことを考える余裕が失われてしまうんだ。ほう。そのため仮に叱られた部下がすいません、申し訳ありませんでしたと謝っていたとしても、心の中では早くこの場から逃れたい、黙ってほしい、うざいと思っているから表面的に謝っているだけであることが多いんだ。そうか。叱られたストレスでとにかく早くこの場から逃げ出したくなってしまうんですね。うむ、結果的に叱られた人は同じミスを繰り返したり、または親や上司に隠れてやるようになったり、叱られた恐怖から会社を急に辞めたりするんだな。ということでここでは叱るのは大した成長や学びの効果がないということを覚えておいてくれ。わかりました。さて次はなぜ私たちがこの非効率な叱るという行為を続けてしまうのかを見ていこう。はい。その理由は大きく分けると2つある。1つ目は苦しまないと人は変わらないという思い込みがあるからになる。苦しまないと人は変わらないか。ああ、これはさっきも言ったんだが、叱ったり怒鳴ったりすると相手の行動を一時的にストップさせることができるため、叱っている側は叱るのはとても効果がある、叱れば相手を変えられると勘違いしてしまいやすいんだ。なるほど。実際に先生から叱られたことでケンジは嫌いなエビを嫌だけど食べたはずだ。はい、まあ食べないと次に進めなかったので涙目になりながら食べました。まあトイレに吐き出して流しましたけど。そうだろうな。叱るというのは相手のため、世の中のため、正義のためという大義名分もあるため使い勝手がいいんだ。ということで私たちが叱るという行為を続けてしまう一つの理由に、苦しまないと人は変わらないという思い込みがあるということを覚えておいてくれ。了解です。私たちが叱るという行為を続けてしまう二つ目の理由は、人を叱るときに脳は快感を感じているからになる。叱るときに快感？ああ、実際にサイエンスという有名な科学雑誌に掲載された研究によると、何らかのルール違反を犯した相手に罰を与えると気持ちよくなったりスカッとした気持ちになることが分かっているんだ。罰を与えると気持ちよくなるか。まあ人の不幸は蜜の味みたいなものだな。実際に水曜日のダウンタウンで大変な企画をやらされたり、理不尽にいじられている芸人を見るのは面白いだろう。確かに、あれは芸人さんが苦しんでいればいるほど面白いですよね。同じように叱るというのは、権力が上の者が下の者に対して一方的に罰を与えて思い通りに相手をコントロールする行為になる。それはまるで王様が奴隷を思い通りにコントロールするみたいに、ストレス発散になるし気持ちよくなりやすいんだ。そういうことか。そのため著者は気持ちいいから叱ることに依存してしまう人が多いと指摘している。じゃあ毎日叱る上司や親は自分が気持ちがいいから叱っている可能性があるってことか。ああ、ちなみに何度も叱っていると感情的になって徐々にエスカレートしていき、最終的には人格攻撃に発展する可能性が高いんだ。例えばバカ、役立たず、何ができんのといった暴言を吐くパターンがそれだな。なるほど。
ここまで来るとしつけじゃなくて、ただ相手を傷つけることが目的になってますよね。残念なことにそういう親も結構いますしね。そうだな。ここでは人を叱るときに脳は快感を感じているということを覚えておいてくれ。わかりました。さて、ここからは私たちがそんな叱るという行為とどうやってうまく付き合っていくべきなのかを3つ説明していく。待ってました。一つ目は、自分が当たり前だと思っていることが本当に妥当か見直す、だな。当たり前だと思っていることが本当に妥当か見直す？どういうことか説明しよう。まず最初に言ったように、叱るという行為は先生が生徒に、上司が部下にするように、上の立場の人が下の立場の人にする行為になる。はい。そのため叱っている人は叱られている人よりも、権力がある立場なわけだ。そういうことになりますね。まず最初に、自分の方が強い立場であること、これを自覚することが大事になる。その上で、自分の普通、常識、当たり前が本当に妥当なのか、ずれていないかを俯瞰して見直す必要があるんだな。ほう。例えば、給食を残さないのは当たり前、メールやチャットが届いたら1分以内に返信するのが普通、後輩は先輩より先に帰ってはいけないのが常識、ゲームは1日1時間までが普通、とかだな。なるほど。なんか人や時代によって常識が変わりそうですね。そうなる。だから上の立場の人は、自分の当たり前だと思っていることが本当に今も他人にとって当たり前なのか、時代遅れじゃないか、または自分の思い込みじゃないかなどを一度冷静に俯瞰してみた方がいいんだな。ここでは、自分が当たり前だと思っていることが本当に妥当か見直すということを覚えておいてくれ。わかりました。叱るという行為とうまく付き合う二つ目の方法は、あらかじめ求めていることを相手に説明しておく、だな。あらかじめ求めていることを相手に説明しておくか。ああ、というのは、ここまで説明してきたように、叱ったり怒鳴ったりしてしまうと、相手は臨戦態勢に入って思考力が下がってしまうので、そうなる前の冷静な段階で、しっかりとどんな行動が求められているのか、何を大事に考えるべきなのかを説明しておいた方がいいんだな。なるほど。先に手を打っておくってことか。例えば図書館で子供が騒いで、叱るのではなく、図書館に入る前に、図書館では静かにしてね、周りの迷惑になるから、ということを事前に説明しておくイメージになる。ほう。お互いが冷静な状況であれば、相手も学んだり成長したりできるし、何より感情的に言われるよりも、普通に教えてもらった方が頭に入ってくるだろう。そうですね。人ってどんなに正しいことを言われても、感情的に言われるとカチンときたり、言い返したくなるものですもんね。でも、あらかじめ注意するポイントを教えるのって結構難しくないですか？図書館に入る前に子供が騒ぐかどうかわからないですし。ナイス質問だ。確かにそうなんだが、叱る側は先生や上司、親など基本的には叱られる側よりも上の立場の人になる。はい。上の立場なら先を読んで、部下や生徒、子供の視点に立って、どんな行動が求められているのか、何を大事に考えるべきなのかを事前に伝えられるはずなんだ。確かにそうか。ということで、ここでは、あらかじめ求めていることを相手に説明しておくということを覚えておいてくれ。わかりました。次は、叱るときは短く終わらせる、だな。叱るときは短く終わらせる？ああ、どういうことか説明しよう。まず今まで説明してきたように、叱るという行為は相手の成長には全くつながらないんだが、相手の行動をストップさせる効果は高いんだ。単純に怒鳴られたり叱られるとびっくりしますもんね。そう。だから相手が危険なことをしているときに、その行動をやめさせるためだけに使うのがいいんだな。例えば、子供がハサミを振り回して遊んでいる場合や、川に流されそうな場合、コンセントにフォークを刺そうとしているときに、おい、何してんねん、というのが効果的な叱るの使い方になる。なるほど。あくまで危険な行動をストップさせるだけなんですね。ああ、間違ってもその後にダラダラと長く叱ってはいけないぞ。長く叱るのは、ただ自分が気持ちいいだけだし、叱られている相手からするとストレスが溜まって、学習能力が下がってしまうからな。はい。だから叱るのは短く切り上げて、その後は優しく思いやりを持って、相手に分かるように説明してあげることが大事になるだろう。
ここでは叱るときは短く終わらせるということを覚えておいてくれ。了解です。最後は人はどういう時に成長するのかを説明していく。お願いします。最初に結論を言うと、人が大きく成長するためには自己決定、つまり自分で決めたという感覚がとても大事になるんだ。自分で決めたか。ああ、実際に自分が学びたいと思ったことの方がやる気が出るし、誰に言われるでもなく自ら学ぼうとするし、失敗したらその原因を分析しようとするだろう。確かにそうですね。僕も一人暮らしを始めた時、自分一人でマンションを選んだり契約したりする中で、たくさんのことを学んだ気がします。逆に親にあれこれ言われて従っていた時はあまり成長を感じなかったですね。オム、誰かに言われてやっているうちは自分で考えないからな。可愛い子には旅をさせよということわざがあるように、子供や生徒、部下にはある程度自由に任せていろんなことを体験させるのがいいんだ。ちなみに神戸大学の西村和夫先生の調査によると、自分で決めることは所得や学歴よりもその人の幸福感に大きな影響を与えていることが分かっているんだ。へえ。つまりどの大学に進学するか、どんな仕事に就くかといった結果よりも、その進路を自分の意思で決めたかどうかの方がその人の幸せにとって重要だってことだな。人はそれだけ自分で自由に決めたい生き物なんだ。それに本当に大事なことは最終的に自分で気づくしかない。そうか。だから基本的には無駄に叱ったりするのではなく、相手にある程度は任せるのがいいだろう。もちろん子供や部下が危険な時は叱って一時的に行動を止めてあげることも大切になるぞ。ここでは人は自分で決める時に成長するし、幸福度も上がるということを覚えておいてくれ。わかりました。まとめだな。叱ることへの向き合い方。まず叱るとは、相手にネガティブな気持ちにさせて正しい状態に変化させること。そして叱る側が上の立場で、叱られる側は下の立場。何が正しくて何が正しくないのかは上の立場が決められる。叱ることは、思っているよりも成長や学びにつながらない。なぜなら叱られてネガティブになると、人の思考力は下がるから。なのになぜ叱ってしまうのか。1、苦しまないと人は変わらないという思い込みがある。2、叱ることは相手を思い通りにコントロールできて気持ちが良い。そのため叱る依存症になっている上司や先生、親は多い。ではどうやって叱るという行為とうまく付き合っていけばいいのか。1、まず自分が権力者だと自覚し、自分が普通、常識、当たり前だと思っていることが本当に妥当か見直す。2、あらかじめ相手に求めていることを説明する。3、叱るときは短く終わらせる。そもそも人が大きく成長するためには、自分で決めたという感覚がとても大事になる、だな。特に気になった部分はあるか？そうですね。まさか叱ることがこんなに無意味な行為だとは思いませんでしたよ。よくよく考えると僕も小学生の頃に叱られて無理やりエビを食べさせられましたけど、今でもエビは嫌いですし、その先生のことも恨んでますしね。それは大変だったな。まあ他人は所詮コントロールできないものになる。そのため相手を信じてある程度は任せるというアプローチが大事になるだろう。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。